はようございます。おはようございます。まだ朝早いね。そうでもない。そうでもない。豊さんだけいつも、ね、のんびりめ、はい、でもまあニュースが飛び込んできたんでね、はい、まあ、これは本当に嬉しいニュースといえば嬉しいニュースなんだけども、はい、ちょっとびっくりでしたね。ソフトバンク対談の松田、はい、39歳、うん、移籍先は巨人、はい、これが正式契約を結ぶというニュースが今朝飛び込んできましたね。移籍先、は巨人、うん、球界屈指のムードメーカーということでね、はい、もう熱男として知られる松田選手ですけど、うん、まあそうだね、うん、俺も大好きな選手でさ、うん、あの熱男っていうね、うん、あのホームラン打って帰った時に、うん、まあソフトバンクの時はライトスタンドかに拳を上げ突き上げるんだけどもさ、はい、まあ、すごくあのムードメーカーでね、はい、本当に人がいい、一生懸命やる男なんだよね、うん、だからまあいい人材を巨人は取ったかなという、はい、ちょっとね、うん、あの昨日だったか、うん、原監督がこう匂わしてんだよ ね、なんかね、あの新たな選手を近いうちに発表しようと計画していまして、はい、語っていたのはこの、まあ、絶対松田選手のことでしょうかね。まあ、うだね。だから、まあ、ムードメーカーって書いてあるけど、うん、あのやっぱ長年ねレギュラーで、うん、ソフトバンクでは強い時期もね活躍した選手の一人で、はい、成績言いますと、はいはい、通算1831安打、はい、301本塁打、はい、991打点を記録、はいはい、で7度の日本一にあの導いたという素晴らしい成績ですね。だから実績、はい、経験、もうなんもう申し分がないんだよね、うん、まあ、それと何よりもやっぱ一生懸命やるところなんだよね彼はね、うん、チカがやっぱベテランになって、はい、でマッチをあの見本にしてたという、うん、まあ、こういう話があるんだけどもさ、はい、やっぱベテランになったからって声を出さないでいいっていう道理はないって言って、うん、それを聞いた内川が なるほどなと思って、うん、まあ、本当だなと思って、やっぱベテランになればなるほど、うん、松田みたいに、まあ、元気を出していく、声を出していくっていうね、はい、まあ、そんな素敵な野球選手っていうのはなかなかいなくてね、ベテランになってもっていう、うん、そうですね、だからそういう意味ではすごくあの巨人のムードメーカーにはなってくれるというね、はい、もうあのね先日発表になった長野選手に続いてのベテランの選手を獲得ということですよね。そうだね、うん、まあ、それでウィーラーがね、そうですね、あの対談ということで契約になってしまい、うん、ウィーラーがすごくムードメーカー的なね、うん、役割をしてたんだろうけども、はい、まあ、今度はねそれに代わって松田がやるんじゃないかなっていうような気もするし、うん、でもムードとかいろんなこと言ってるけど、うん、そういう元気だけで取ったんかじゃなくて、うん、あの右の代打が不足してるんだよね。なるほど。うん、やっぱ勝負どころで差し込んでくるっていうのは中地ぐらいしかいないし、だからそういう意味では、まあ、長野、うん、松田っていう風にベンチにいると、うん、相手にとってはすごく脅威になってくるよね。そうですね。でね、各球団で、ね、見渡すと、うん、まあ勝負どころで田口が出てきたり、うん、左に対して久保が出てきたり、うん、でまあ DeNA だったらエスコバーがいるしみたいな、はいね、阪神だったらあの岩貞とか、はい、そういうピッチャーもいるし、うん、だから各球団ねやっぱ勝負どころで差し込んでくるっていうのが左なんだよね。で先発にも左ピッチャーがすごく多くて、うん、まあ、代表されるのが DeNA、はい、今なんか浜口、はい、石田、うん、こういう3枚もいるし、うん、だヤクルトは高橋奎二がいたりだとか、うん、まあ、いろいろやっぱり左ピッチャーに対しての、うん、まあ、一つの、まあ 策というか、まあ、人材というかね、うん、そういうことを内外野で揃えたということで、うん、まあ、例えば長野が外野、はい、まあ、松田が内野なんだけども、うん、あのそういう意味では非常にあの長野もそうだけど、はい、松田もやっぱ将来的に巨人の指導者として、うん、やっぱこう非常にこう性格的にも熱いし、はい、若手に注入していけるだけのね、うん、まあ、そういったあの技術も話術もいろいろ持ってると思うしね、はい、だから何よりもやっぱこう経験が大きいよね。やっぱりこう
ね、こう今若手が巨人の中では活躍している人が多い中で、はいはい、やっぱこういったベテランの選手っていうのはすごく貴重な存在になるっていうことですかね。やっぱね、見本になるよね。あの長野はやっぱり一生懸命やる男だし、うん、はい、で聞いたら惜しげもなく教えるだろうし、うん、で松田のあの元気を見たら、うん、若手が元気出さなきゃいけないもん、うん、出さざるを得ないというか、うん、まあね、でなんかねピッチャーはねすごく若手であの伸び盛りというか、うん、まあ、伸びてきてるんだよね、うん、で野手がねちょっと伸び悩んでんだよね、うん、あの特に右バッター、はい、まあ、左もそうかもわかんないけど、はい、でも本当に長野とか松田とか、うん、まあ、バッティングスタイルはちょっと違うんだよね、はい、お互いのその生きた教材になる、うん、そういった選手だよ。こうね、あの長野選手と松田選手はなんとなくこう全然タイプの違ったイメージがありますので、うん、またそういうね、あの若手の選手もこう、うん、合う合わないとか、こういう、まあ、こっちかなこっちかなみたいな、そんな感じもあるかもしれないですけど、選択肢がね、うん、あるし、でやっぱりねコーチから教えられるものもたくさんあるかもわからないけども、はい、やっぱそういった現役のベテランの確固たる地位のある人に、うん、やっぱこう一言言われるとか、うん、教えてもらうとか、うんうん、それはねすごく残るんだよ ね、 ね、心に入ってきやすい、入ってきやすいところもある、うんうん、全部ではないけどもね、うんうん、だからそういう意味ではその、まあ、松田なんかは非常にいい選手を取ったなっていうね、うん、まあ、巨人が取るとは思わなかったけどもね、すごく意外でしたね、うん、まあ、だけどやっぱりこう先ほども言ったように、うん、各球団左ピッチャーは多いし、はい、やっぱ勝負どころだっていうことを考えるとね、うん、やっぱこう松田みたいな選手がいるとまだまだできると思うし、うん、で1800本打って、うん、300本以上ホームランを打って、うん、で打点も1000に近い、近いですね、ね、991だったっけな、はい、991です ね、 その打点も上げてるし、うん、だからもうその中でもやっぱ勝負強さっていうのもすごく発揮してるしね、うん、だからまあリーグが変わってピッチャーが変わるから今度大変かもわからないけども、そうですね、まあ長野はねセ・リーグ、うん、セ・リーグだから、うん、ピッチャーとほとんど知ってて、うん、まあ松田はね知ってる人もいるかもわからないけども、うん、まあ新しい人がたくさんいるけど、このタイプは松田みたいなタイプは知ってる知らないじゃないよね、うん、気持ちが乗ってるか乗ってないかとか、はい、まあ使われる状況とかそれによっても全く集中力が違うからね、うん、それと内川もこれを言ってたけど、うん、一番打席に入って何でも初球から言ってたんだよ、はい、で俺一回質問したことあるのね、はい、なんであんなにマッチって初球から行くんかなって、うん、いや初球から行けるだけの根拠を持って打席に入ってるって言うんだよ、だからそれだけやっぱこう研究して調べて打席に向かってるって言うんだよね、自分の中でいろいろなデータなり、うん、そうそう、いろんなことが、まあ、ベンチにそのデータの伝えてくれる人がいてね、うん、でもすごく研究熱心でもあるんだよ、はい、だから元気元気とかさムードメーカーとかそういうのが先行してるけど、うん、非常によく考えてるんだよね、うん、だからそういう意味ではそういうところもやっぱ参考になるし、うん、で丸はこうノートを書いたりとかね、はい、広島から移籍した時に、うん、それがやっぱこう若手にすごく浸透して、うん、まあ、そういうこともいいことだし、で松田みたいにそうやってこう研究して1球目を振れる根拠を持って打席に向かうっていう選手だから、うん、まあこれはやっぱちょっと期待をしたいね。ねえ、まあ、松田選手にとっては、ね、うん、初めてのセ・リーグということと、うん、まあ、チーム変わって福岡から東京に来るっていうことと、まあ、いろいろ環境も変わるし、まあそうだな、まあ、家族もいるし ね、 ね、そうですよね、だからまあそこら辺は巨人だからさ、うん、やっぱそこら辺はねちゃんとこう整えてあげると思うよ、ね、うん、もう優しい球団だもん。そこら辺はね、うん、本当にだからもう松田選手もこう期待を胸にというか、うん、はるばるやってくるって感じですね。まあ、松田はね、うん、球団によってやるやらないとかじゃなくて、うん、どこ行ったってやろうとするけども、はい、まあ巨人、うん、やっぱ昔からねやっぱ巨人のその強さとかもいろいろ知ってる、負けられない辛さっていうことも知ってるし、うん、それはやっぱソフトバンクでも経験してるしね、うん、だから本当に精神的にも、うん、あの全然動じない、巨人に入ったからって萎縮するとか、うん、そういう選手でもないし、ね、まあちょっと巨人のユニフォームを着て
こう大声張り上げてるマッチ、これを早く見たいなっていうふうにまた楽しみが一つ増えました。はい、ね、また背番号は何番になるんでしょうかとか。そうだね、本当だね。もうあのユニフォームを着ている姿をね、うん、想像するとワクワクしますね。そうだね、はい、まあ頑張ってほしいと思います。はい、まあ、とりあえずおめでとう。はい、おめでとうございます。